ジョー・ストラマーザ・メスカレロスは1999年に結成されたジョー・ストラマーのバンド。2002年のストラマーの死までに3枚のアルバムを発表した。メンバーの多くは複数の楽器をこなす才能があった。オリジナルメンバーはボーカルとギターのストラマー、ギターのアンソニーゲン、ベースのスコット・シールズ、キーボードとギターのマーティン・スラットリー、パーカッションのパブロ・クック、 ドラムのスマイリー、リチャード・フラックも様々な効果音、楽器で参加している。音楽的には、メスカレロス・ワストラマーがクラッシュ時代に知られたジャンルミキシングを継承した。レゲエ、ジャズ、ファンク、ヒップホップ、カントリー、それに、もちろん、パンクロックの要素が3枚のアルバムに伺える。スラット・リーは、ウィリアムズのアルバム、 ライフスルーはレンズにクレジットされており、シールズは彼の友人である。キーなことに初期メンバーのうちって慣れた楽器を演奏したのはスマイリーだけである。弦は下手ではないもののリードギターを務めるほどの腕ではなく、そのためにスラットリーが呼ばれた。彼は管楽器とキーボードの訓練は受けており、一通りの楽器はこなす才能があった。ストラマーはスラットリーが ツアーバスのフロントガラスでワンホール回ることができると冗談で表した。シールズはもともとドラマーだがベースとしてバンドに呼ばれその後ギターに移った。アンソニーゲンは2004年に仲間のマーティン・スラットリーとジ・アワーズを結成した。バンドはストラマーとパブロ・クック、リチャード・ノリスの共同制作に橋を発する。彼ら3人は短編映画トンネル・オブ・ラブ、 X 超オブオーナーのサウンドトラックのために集まった。やらやらは、この3人が作り、アンソニーゲンがミックスしたものである。ゲンが呼ばれ、新曲、テクノディーデイのレコーディングが行われた。この時点でストラマーは、ゲンの要請を受け新たなレコードの録音を開始した。オリジナルドラマーのゲドリンチは、X、レイスタイルが完成する前に脱退、スマイリーが呼ばれた。 シールズとスラットリーは何度もの交渉を通じて加入。最初のギグは元の故郷であるシェフィールドのリードミルで1999年6月5日に行われた。同年8月1日にはフジロックフェスティバルに出演。その後6ヶ月にわたる長期ツアーを行い、その間にグラストンベリーフェスティバルに出演、アメリカやヨーロッパを回った。2000年にはオーストラリアの ビッグ、デイアウトに出演、ニュージーランドや、日本も回った。カリフォルニアのパンクレーベル、ヘルキャットレコードと、契約、3枚のアルバムを発売。ファーストアルバム、X、ベースタイル発売後に、イングランド、北米をツアーを行った。この時の演奏曲には、クラッシュファンお気に入りの曲も含まれている。ストラマーの旧友タイモンドックは2000年に、バイオリニア、 スパニッシュギターでバンドに加わった。名誉メンバーとしてジョン・ブラックバーンとジミー・ホガースもいた。彼らはスコット・シールズの代わりのベースとして2000年のザ・フー・サポートツアーに参加した。ゲント・スマイリーの脱退後、シールズがギターに転向サイモン・スタッフォードがベース、ルーク・バレンがドラムとして参加した。パブロ・クックは2001年に脱退し、モビーに加わる。 アルバム、グローバルアゴーゴーのリリース後、21日間のツアーで、北米、イギリス、アイルランドを回り、ハーダーゼーカム、ルーディたちへのメッセージといったレベルのカバー曲に加え、今回も、ロンドンコーリング、しくじるなよ、ルーディといったクラッシュの曲を演奏した。そして、最後は、ラモーンズのブリッツクリークバップで締めくくった。 バンドは2006年6月27日に公開された、リック・ルード監督の映画、レッツ・ロック・アゲインの主題にもなった。また多くの DVD にも登場し、ブラックホーク・ダウン、ミスター・アンドミセススミス・をはじめとする映画でも多く、曲が使われている。ジョニー・アップルシードは、HBO のドラマ、ジョン・フロム・シンシナチの主題歌になった。最後のライブは2002年11月22日に、 リバプールで行われた。このライブは、アクトンタウンホールでの11月15日のライブの影で見落とされがちである。15日は消防士のための事前ライブで、ミック・ジョーンズがステージに上がり、20年ぶりにストラマーとクラッシュのバンクロバーを共演、さらにアンコールで白い暴動とロンドンは燃えている、を演奏した。ジョージ・ビネットによる64ページのザ。 ラストナイトロンドンバーンドでストラマーとジョーンズの未公開写真が紹介され、グレッグ・マクドナルドとアラン・ミルズは26分の映画をメスカレロスのラストライブ唯一の映像記録として発表した。このツアーの終了後、バンドはレコーディングの準備を始めたが、ストラマーは2002年12月22日、先天精神疾患で死亡。愛犬の散歩から戻っての出来事である。 最終アルバム、ストリートコアは、没後の2003年10月20日に発売された。バンドは2001年に、フーテナニーフェスティバルのツアーだけではなく、ザ・レイトショー・ウィズ・デビット・レターマニア、レイト・ナイト・ウィズ・コナン・オブライエンへの出演もした。メスカレロスのメンバーは、イギリスやヨーロッパでのツイートコンサートで演奏した。ありがとうございます。